でドラフト2日目連絡とか来たと思うんだけど、2日目は、まあ、割とずっと来てたんですね。電話待ち何回か電話来てみたいな。どんな内容の電話が？あのエージェントから来るんですよね。どこどこのチームが連絡ちょっとしてきてるけど、まあ、一旦これはいいかな。3日目の11巡目、12巡目に見てみよう。だから11巡目割と有名な選手がかかってるっす。4位で入りたかったみたいな気持ちはない？いや、なんかかっこいいっすよね絶対金とかどうでもいいっすよね絶対4、11より4の方が一緒うんうんって言ってたっすよ、エージェントなかったら。あー、エージェントがいたマイナスでもお金払わなあかんとかでも順位で、じゃあ契約を買おう。人によって順位で値段も違うし、だから20位でもめっちゃもらってる人もいるし、 FA フリーエージェントでもめっちゃもらってる人いる。 FA イコール0ってわけじゃないんだ。全然違う。だからその1から5とかは別よ。こっちで言う1、2、1、2やからね。